はい、ですね、今僕はですねクラクフ国際空港におります。ミス・スプランシュの世界大会を、見ましてですね、ミスコンは今まで僕は日本大会、地方大会で回ってきたんですけれども、本日初めての海外遠征、世界大会のその、出席ということなんですけれども、とてもですね、とても有意義な時間を過ごしたと感じております。改めてミス・スプランシュなる、コリア、韓国の、ジェニー・キムさん、本当に誠におめでとうございます。彼女はですね、去年のミス・ユニバース2016のですね、韓国代表でもあったんですね。なのでですね、前からちょっと結構ミスコンに参加してたっていうのをちょっと前々から僕知ってましてですね、本当に驚いております。おそらく来年後にもしかしたら日本に来るらしいんで、本当にもしかしたらまた会えるかもしれません。ですね、世界大会を見ましてですね、はっきりそのもちろん言葉とかも国ももちろん違います。思想とか考えとかも違います。だけどそのミスコンはやっぱその雰囲気は本当に世界共通だなっていうのを改めて学びましたね。本当に喜ぶときはみんなで喜び合ったり、本当に泣くときは泣くし、本当にミスコンっていう参加していた心がみんな一つだなっていうのを学びました。はい、今ポーランド時間で今10時39分なんですけど、11時の飛行機乗るんです。今ちょっと25分のちょっと今遅れております。ちょっと見えないかな。なのでこれからフランクフルトへ行こうと思います。でフランクフルトから羽田へ行って、そのルトアンザドイツ航空716便に乗って、羽田へ、日本に帰りたいと思います。一旦切ります。はい、ただいま帰国いたしました。ですね、今回のミス・スプラダシの世界大会と、あとポーランドの街の旅行なんですけれども、とても有意義な時間を過ごしたと考えております。特にやっぱミスコの世界大会初めて出席ということなんですけれども、とてもこう世界大会こういうものだなというのをよく感じるようになりました。これからはですね、僕もそのミスコの世界大会にも次はどこ行くか分かりませんが、何かしら参加してみようと思います。あと動画技術を磨きたいと考えております。雄大コープの雄大雄大でした。ご視聴のほど本当にありがとうございました。御礼申し上げます。はい。